オリンピックといったものを競技施設を重ねると、あと、飛行機が言えば、これを中止せざるを得なくなるわけですけれども、残念ながら、小池知事も今、過労による療養中ということで、公務から離れている、そうした状況の中、暑い指導で、淡々とオリンピックのありがとうございます。皆さん、こんばんは。ちょっとね、今ちょうど、 選挙活動をしてる人がいて、遠ざかるのを待ってた感じなんですけど、東京都は立川市の立川駅の南側を歩いてる感じですね。立川の南口をこうぐるっと 回る感じにしようと思ってます。南口をまずですね、東向きにこう歩いてる感じですね。地下の南口は飲み屋街みたいな感じになってるんですかね。なんで 僕はですね、この辺に来たことあって、ラーメン屋かなんかを探しに来て、ラーメンを食べて、帰ったように記憶してます。これね、右側の油そば専門店の天下一油そばというところがあったりとか、 なんか立川とかちょっとがっつり系のラーメンが多いような、イメージがありますね。これは何通りっていうんですかね。ちょっとね、何通りかっていうのは。どこからも買ったりするんですけど、本当はね、本当に飲み屋街っていう感じで、あと、ところどころね、飲食店とかもあるんですけどね。この辺はイラハ通りっていう通りみたいですね。 都内は、緊急事態宣言を開けたんですけど、まだまん延防止処置地域みたいな多分感じだと思うので、ここなんか雑貨屋なんですかね。サンセットっていう雑貨屋さんがあったりとか、あとここ伝説のスタドンですよね。なんか伝説のスタドンで いろんなところで見かけた時があったと思うんですけど、今はなんかちょっとあまり見かけなくなりましたね。あとこっからウィンズ通りっていう、この街灯のところにウィンズ通りって書いてたりしますね。ここ味噌ラーメンのお店ですね。肉味噌ラーメン、 中華料理屋さんって感じです。で、右に行ってもいいんですけど、左に行くと多分錦ウィンズ通りで、これは武蔵野線になるんですかね。 こっちに行ってみて、これはラブホテルがちょこちょこあったりするんですね。
ブホテル街がちょっとあんまり取られたくない人も多分いると思うので、ちょっと警戒しながら、何を警戒するんだって感じではあるんですけど、歩いていきたいと思います。で、ここは何ですかね、バーかなんですかね、レストラン、ダイニングバーって感じですかね。左が公園なんですね。ちょっとこの辺来るとね、駅からだいぶ離れた感じになるんですけど、こう右に行くとですね、正面にはウィンズ通りの街灯があるんですけど、街灯のあるところまで行きたいと思います。左手に焼き鳥屋さんがあったりとか、そうですね、この正面のこの道自体は行き止まりというか、まあここ T 字路になってるんですけど、でここはウィンズ通りですね。で、で左に行ってもいいんですけど、でも右に行ってですね、この辺もウィンズ通りって言って飲食店が結構あるんですね。ここはささらぎっていうお寿司ですかね、なんかお寿司を出すお店みたいです。で、今は準備中で居酒屋さんですか、ね、ごっそうごっそう離れごっそう離れっていう、でこれを行くと CD とレコード屋さんがテレビ焼肉屋さんとか、ホルモン焼肉とか、食堂酒場、いい雰囲気のお店ですね。で、ここには飲みどころ、居酒屋さんですかね。で、左側にですね、この交差点の左側に曲がりたいので、町焼き屋さんがあったりとか、結構人入ってますね。こんな感じで、向こうはイワシシ鍋の名物が入ってたりとか、ここは町焼き屋さんですね。ここは開いてなかったりとかして、結構飲食店たくさんあるんですね。で、これをちょっと横断歩道を渡って、ここはクローズとエリア、なんか一本だけの
飲食店ですかね。でこの辺をちょっと入っておいてですね、細かい路地とかに進んでいきたいんですけど、正面はなんか麺棒っていうラーメン屋さんがあったりするんですよね。ホルモンラッキーで、もう必勝ラーメン専門店必勝はやってないですかね。今焼肉ホルモンザキヤマっていう立ち飲み屋さんなんですね。なんか飲食店いろいろあるんですけど、シャッターが閉まってたりして閉めちゃってるみたいですね。で、ここも大衆居酒屋とかがあるんですね。 DVD 鍵付き個室、居酒屋がたくさんあるんですね。正面がですね、手包みシューマイ99円、1個99円、シューマイ酒場とかあるんですね。で、麺棒っていうラーメン屋さんがあったり、煮込み専門立川、なんかなかなか大衆的な居酒屋さんがたくさんこの辺りはあるんですね。無料案内所ですね。やっぱりかなり人がこういう飲み屋街にも増えてきたように思います。これを左に行ってですね、スズラン通りですね。まあでもだいぶ人がこういう飲食店街にこう戻ってきてる感じがしますね。なんかでも感染者はやっぱりちょっと増えてるみたいなんで、なかなか難しいですよね、その辺でバランス取るのが。ここ珍しいですね、電子タバコ専門店とギター、ギター屋さんなんですけど電子タバコ専門店というのも書いてますね。これはやっぱり焼肉屋さんとかホルモン屋さんとかそういうお店が多いように思います。串カツ弁がなくて店員があって焼肉があって、ちょっとね、渡りたいんですけど、信号が変わったのでちょっと待ってみますけど、左手の蒙古タンメン中本のお店があったりしますね。ね、あの飲み屋さん街を効率よく回るためにこういうコースを考えて歩いてるんですけども、
相変わらず辛そうな店構えですよね、モックタンメン中本で。こっち行くと焼肉屋さんがあったり、やっぱこの辺りは焼肉系のお店が多いわけ思います。突き破りチャンス。8時以降はテイクアウトのみ営業って書いてますね。焼肉屋さんがあって、ここにバーがあるんですけど、バーはやっぱりちょっと開けてなかったりするみたいですね。時間的なもんですかね。まだ7時半なので開いてなかったりするのかもしれないですね。ですけど閉まってたりとかしますね。右側もスナックがたくさん入ってるビルのようですけど、上の方しか電気ついてなかったりとかするので、でこっち行くとラーメン屋、吉丸っていうラーメン屋があるんですね。ちょっと見てみましょうか。何系のラーメンですかね。本当にがっつり系ですね。特製豚骨醤油ラーメン、油そば650円。なんか家系っぽいんですけど、もっとがっつりするような、がっつりしたようなラーメンですね。吉丸って他にも店舗あるんですかね。で、これをですね、ここは何通りですかね。ちょっとね、通りの名前が分かんないんですけども、これは右に行って、で駅からの方角で言うと、この東、南東側を今まで見てきてたんですけど、ちょっと南西側をね、ちょっと見てみたいと思います。でこの辺もなんかスナックとかキャバクラとか、なんかそういうお店ありそうなんですけど、あんまりお店が開いてるような雰囲気じゃなかったりします。寸大予備校なんですね。何屋さん街のちょっと外れに寸大があるっていう、なんか不思議な立地ですよね。ここはベローチがあるんですね。なんか席数すごく多くて入りやすそうですよね。
で、今からモノレールの多分、線路って言うんですかね、モノレールのレール、まあ、線路ですよね、をくぐって、駅の南西側に向かう感じになります。中国系のアジア食料品店ですね。こうでなんか屋台もあったりします。右手の方に行くと駅の方に戻る感じで、この分かりますかね、この上が、これはモノレールの立川南駅という駅ですね。撮影したことあるんですけど、北側は、南側は今回初めてで、北側はね、あの IKEA があったりとか、あの電気屋さん、どっちでしたっけ、ビッグカメラだったか、ヤマダ電機だったか、ヨドバシとか忘れましたけど、そういうのがあった、あとデパートだったりしてね、で、なんか雰囲気的にもこう、なんていうんですかね、ファッション系の店が多いんで、ちょっとね、おしゃれな感じがするんですけど、南側は全然また違う雰囲気で、飲み屋さん街っていう感じですよね。で、ラーメン、立川、ダダって、ダダっていうんですかね、なんかちょっと気になるラーメン屋さんがあったりします。塾とかが多いんですね。個別進学館、個別進学館、やっぱりこの右手側は東進があったりとかします。ここは天使の羽というランドセル屋さんになるんですかね。通りの名前としては日活大通り商店会って書いてますね。日活大通りって言うんですね。この辺はこの辺でまた、こっちもラーメン屋さんがあったり、こっちは焼き鳥屋さんですね。なんかやっぱり立川を僕は、南側はやっぱりラーメン屋さんが多くて、なんかいろんなこうラーメン屋さんがあるイメージなんですけど、やっぱりラーメン屋さん多いですよね。そこ京タコってたこ焼き屋さんですかね。持ち帰りのみですね。
ってとりあえずやってみたい。この辺もなんかバーバー美容室があったりとか、ちょっとこう繁華街の外れみたいな感じで、飲食店はあんまりないんですけど、まあなんかこう店舗はちょこちょこあるって感じですね。で、これは右に曲がって。この右手側のこうブロックの中にちょっと行っていきたいと思います。ここは何ですかね、諏訪通り商店街、ちょっと見えますかね、消えかけてるんで。諏訪通り商店街って言うんですね。ここ右に入っていくと、ダイニングバー、なんかひっそりとやってる感じですね。なかなかいい匂いで、焼き鳥屋さん、おまかせ5本1100円、10本1980円、手頃な値段なんですかね。ちょっとなんか焼き鳥の相場って1本100円、100円台とかなんかそういうイメージがあるんで、まあでもなんか焼き鳥も大きさがやっぱいろいろあるんで、大きさによりけりですよね。左のこのこれはまたプラスサリーアニカール、なんかおしゃれなオープンテラスのお店だったり、この辺はちょっとなんか作りがゆったりしてるんで、なんかちょっとおしゃれな雰囲気のお店が多いですね。ここは美容院だったりとか、隣は串揚げトントン、串揚げ屋さんとか、ここは居酒屋ですね、のどぐろとか坂の売りにしているお店で、でもまあやっぱ焼肉屋さんが多いですね。ここも焼肉鉄っていうお店ですね。で、ここを左に曲がって、まあダダ飯、ラーメンダダ。つけ麺、小豚、大豚、もう完全に二郎インスパイア系なんですかね。なんか雰囲気がそれっぽいですよね。肉入れますかとか書いてるんで、なんか二郎系のラーメンかもしれないですね。ちょっとね、今見過ごしてしまったんで、で、でまた通りもなんか綺麗に舗装されてて、ここは柴崎中央公園通り、綺麗に舗装されてるんですけども、あんまりお店は
なくて、バロック、これ美容室かなんかですかね、サロン、美容室ですね。バーですね。クローズド。時間的に言うとまだ19時40分なんで、閉めるには早いんですけど、なんかクローズしてるお店もやっぱ多いですね。ここは家庭料理のお店。なんか綺麗なこう街灯と舗装された道なんですけど、あまり開いてるお店はないみたいですね。で、この道を右に曲がってですね、駅の方にちょっと戻って、まあ、撮影をちょっと終えるっていう感じなんですけど、あそこは正面、向かい、こちら屋さんですね。で、これ美容室ですね。で、そう、これがね、今通ってきた通りなんですけど、ちょっとお店があんまり開いてない感じです。結構でかい。で、ここはピザ、トラットリア、イタリア系のお店みたいですね。で、この辺も街灯が綺麗で、諏訪通り商店街、ここも諏訪通り商店街みたいですね。ここはもう駅の方に向かってる感じなんですけど、シャブヨガ、なんかシャブヨって購買型は多いと思うんですけど、上は鳥貴族で1階がシャブヨなんですね。なんかガストがあったりとか、なんかこうやってバターがつくる、マザーズってなんかこう、この右側をマザーズって言うんですけど、これはシザリア・ナポリターナアンテナっていうイタリア料理のお店みたいですね。なんかマザーズってどっか他でも聞いたことあるんですけど、系列のお店だったね。まあ、ありがちな
成り立ち、まあなくはない名前なのでと分かんないですけど、なんかそういう店みたいです。焼肉ライクとか、まあ、なんかチェーン店がいろいろとある感じですね。駅に近づくとですね、今ちょうど選挙活動してて、めちゃくちゃでかい声で、街頭演説をしているので、あまり近づきたくない感じなんですけど、あとね、近づかないでこの辺でと撮影を終えたいと思いますけど、立川の、ね、南口のロータですね、まあ、スタート地点に登ってきた感じなんですけど、この辺でちょっと撮影を終えたいと思うんですけども、立川の南口をぐるっと歩いてきて、まあ、飲食店、まあ、空いてるところも増えてきて、歩く人も増えてきたかなって感じなんですけど、まあ、まだ閉めてる店もちょこちょこあるという感じですね。では、この辺りで動画を終わりたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。よければですね、チャンネル登録していただいて、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。ではありがとうございました。